カステューシュカリノウスキカステューシュカリノウスキ、またはビンツェーント・カンスタンチーン・カリノウスキは民族ベラルーシ人の作家、ジャーナリスト、弁護士、民族革命家。ベラルーシおよびリトアニアの民族復興の指導者、また旧ポーランド・リトアニア共和国の復活を期とした1月放棄のリトアニア対抗国地域における指導者の一人であった。ポーランドでは コンスタンティ・カリノフスキ、リット・アニアでは、コンスタンティナス・カリナウスカスと呼ばれる。カリノウスキは、ビアビィストク近郊のモストブラヌイ荘園で、農地管理人を務める貧窮シュラフタの家に生まれた。彼は、スビスラチュにあった地元の学校を1855年に卒業すると、モスクワの民法学校で勉強を始めた。間もなく、カリノウスキは、サンクトペテルブルクに移り、 サンクトペテルブルク大学で研究を続ける傍ら、何件かのポーランド人学生の陰謀計画や、地下の文化活動団体に参加するようになった。1860年に学業を収めると彼は、フロドナに戻り、同地で革命家としての活動を続けた。カリ仮ウスキは、ミノ実の真実という名前の地下新聞の発行を始めた。 同氏は最初期のベラルーシ語の定期観光物の一つであるがまたポーランド語版も発行されていた文筆活動では彼はロシアに支配された旧ポーランドリトアニア共和国の人々すべてを解放する必要があることギリシアカトリック教会とベラルーシ語を保存信仰していくべきことを主張したカリノウスキーはまた民族解放のために オザクみたちを運動に参加させることを理想としていたが、こうした発想は当時の地主階級の間では支配的な考えだった。さらに彼はポーランドリトアニア共和国の民主主義、関与、自由の伝統を重んじ、ロシア帝国による文化面での民族抑圧政策に反対していた。1月放棄の発生後、カリノウスキは地下組織、 ビルのリトアニア地域協会に加入した。間もなく、彼は、グロドノ県における、ポーランド国民政府の政府委員の地位を与えられた。彼は、分泌活動のおかげで、オザク・ミノリりや地主の間で有名人になっていたため、彼の指揮下には、パルチザンの集団がすぐに結集した。カリノウスキは、さらに、リトアニア政府全権委員にまで昇進したため、パルチザンたちの総司令官として、 現在のポーランド東部、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナの各地域で戦いを指揮した。当初カリノオウスキの指揮する放キ軍はロシア軍に対して勝利を収めていたが、ロシア政府が鎮圧のために12万人もの大軍を投入すると敵を相手に小ゼリアを演じるのが精一杯となり、次々に敗退を重ねた。結局、カリノオウスキは部下の裏切りにあって、 ロシア当局に引き渡された。ビルノの監獄に収監されたカリノ・ウスキは、獄中で彼の最も有名な作品となる、公主大の下からの手紙を執筆した。これは、彼が自分の心情を情熱的に同胞たちに語りかける書簡である。カリノ・ウスキは、ロシア政府に対する反乱を、指揮した角で軍法会議にかけられ、死刑を宣告された。 カリノウスキは1864年3月24日、ビルノのルキシュケース地区で公開処刑となった。中央、東欧の諸民族を解放するための運動を指導したことで、カリノウスキは、ベラルーシ、リトアニア、ポーランドなどの民族英雄とされている。ありがとうございます。